入りました。久々のそうなんだ。で、はい、ということで皆様、本日もよろしくお願いします。ということで本日はモーベで大変なことということで、皆様からね、ワンオペで大変なことを聞いてみたので、ちょっと皆様でね、まあ共感していただけたり、こういう風にした方がいいよってアドバイスがありましたら、ぜひコメントよろしくお願いします。ナタンちゃんはね、この水に今ハマってるので、水で遊んでおります。あら、私を見てください。じゃーん、ピンクのそうめんをいただいたので、ピンクのそうめん食べてます。かわいいですね。はい、ということで、やっていきましょう。まず早速、もうね、すっごく多かった。もうめちゃくちゃ多かったの。先に紹介したいと思います。何よりも多かったのが、お風呂です。いやー、皆様お風呂どうやって入れてますか？私、お風呂は、今は、一緒に入るか先に入ってもらうかっていう二択なんですけど、化粧落としてもうなんか編集だけとかになると一緒に入っちゃうんですけど、まあ、配信とか動画撮りたいってなると先にね入ってもらうんですよ。まず、なんだちゃんこれ座らせて YouTube だるまさんが転んだを見てもらって待機してもらって、急いで首から下だけ洗って、でなんだちゃんのとこ行って、ここで脱がしておむつとかも取って、そのままお互い裸でてててってお風呂場行って、長タン体こうガシャガシャ洗って、頭も洗ってシャワーで流して、一緒にお湯に浸かって一緒に出るっていう感じです。もう出た時がてか大変ですよね。出た時は私たちはもうタオル長タンで包んで、私もタオルもうかけて巻くっていうのもできないんで持ってるからもうかけて、でテケ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 って移動して、ナータンバーって拭いて、私もバーってとりあえず拭いて、ナータンボディーローションで保湿してパンツ履かせて、で私もボディーローション全部塗って、とりあえず服着て、そっからナータンちゃんに服着させて、ドライヤーっていう感じです。私がアトピーなので結構痒くなっちゃうんですよ、温度差で。なので申し訳ないんですけど、パンツ履かせて着替え、すぐに着替えさせずにパンツとりあえず履かせて、おもらし帽子で履かせてから次自分で次ナータンっていう順番にしてます。皆さんどうでしょうか。で、一緒に入るときは一緒に入る方がちょっと待ってもらう時間が長いんですよね。私がもう髪の毛も顔ももう全て終わってからナータンを呼ぶので、そこがねちょっとかわいそうというか、待ってもらう時間がね長いから、一人ぼっちでずっと YouTube 見させてるっていうのがね。次に多かったのが体調管理が大変っていうことでした。まあシングルの方とかはお母さんか旦那さんかどっちかが働いているので、体調を崩しちゃうとねお仕事できなくなっちゃうっていうので、そこはまあ体調管理は結構大変だなって思います。私もそうだけど大変なのね、体調気をつけます。未だにね体調崩したことはあんまなくて、結構元気なので、ナータもそうだ、あんまり体調不良なってことなくて、これからもちょっと私も気をつけます。次、後追い時期で少しでも離れるとギャン泣き、家事が一切進まずトイレも無理。いやー、これすごくわかる、共感の嵐。私まだね、ナータンちゃんがお、何それ。うわ、なるほどね、カービィの箱ね、箱だけ取ったの。なたち後追いしないんですけど、トイレめっちゃ大変じゃないですか。特にお食事中の方すいません、うんちっちとかお腹壊した時、生理痛の時とかマジで大変ですよね、本当に。特に泣かれてると、待って、めっちゃ泣いてるけど待って、こっちも泣きたい、もう本当にあるあるすぎて。めっちゃわかるこれ、嬉しい、これコメントしてくれてありがとうございます。もうどなたか本当に。いやー、でもマジで圧倒的にこの今言った3つがもう
とんどだったね。うん、お風呂体調管理と後追いとかうんちっちいけないっていうの超多かった。もうだから本当に嬉しいな、ここまで一緒なんだみんな。ここまで一緒っていうのも嬉しいな。新しいのをこうやってもみんな一緒。まああとお買い物っていう方もいらっしゃるな。お買い物ベビーカーでめちゃくちゃぐずってる時とか大変だもんね。一人だとさ、ちょっとコンビニとかちょっと買い物、ね、ちょっとができない。なんか子供できる前は置いてちょっとコンビニ行くぐらいとかちょっとスーパー行くとかなんか大丈夫じゃねって思ってたけど、いや無理だね。子供のことを愛してたり心配してたらもうちょっと買い物も相当なことがないといつ起きるか分かんないし。はいどうぞ。はい、どうぞどうぞ。はい、落ちちゃった。いつ起きて泣くか分かんないし、もし何かあった時に駆け寄れない誰もいないっていうのが怖いですよね。ってことを考えるともう無理。私は虫が出た時寝たい、寝よっか、もう寝たいね、ごめんね。ということでなあたんちゃんはもうすぐ11ヶ月だよね。そうだね。重たいか。今日はねちょっと病院行ったりとかでいろいろ大変だったからね。今日はね眠たいもん。寝るか。これいただいたんですけど、めっちゃ可愛いんです。これカービィのねフィギュア可愛すぎてもう開けたくなくて箱に入れてたんですけど、ちょっとなあたんに破壊されちゃった。ではありがとうございました。すいません、こんな形でいつも見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。ラブー。